どうも、リュウです。ケイカです。ということで、今回も2人でお送りするわけですけれども、はい、今回ちょっと真面目にですね、うん、前回レオさんにですね、制作密着ということで、ゼロヘルツの曲ってどうやってできてるんだろうって、ちょっと密着をさせていただいたんですけれども、まあゼロヘルツは2人、ロイさんとリオさんと歌詞を書いてると思うんですけれども、今回リオさんバージョンということで、どうやって歌詞を作っているのかっていうところに、ちょっと密着をさせていただこうかなと思います。はい、で、iPad を持ってきていただいてると思うんですけど、基本的に歌詞っていうのはどうやって作っていくんですか？やっぱ曲が最初なんですか？それとも歌詞があってとかなんですかね？俺はロイは分かんないけど、はい、ロイも同じこと近いこと言ってた気がするんだけど、2人で話した時に、はい、なんかとりあえず自分の好きなことはメモだけしとくの。ああ、ワードってことですか？そう、なんか例えば街を歩いててなんか聞こえた音楽のなんかワード引っかかるさ、自分の心に、はいはいはい、なんかあ、これ好きだなみたいなのってあるじゃん。バラバラバラとか、そうそうそう、第一にバラとか、チールはこれでいいんだとかね。はい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 、バラバラって言ってんのかなって思ったら、あ、ローズの方のなんかバラバラバラねみたいな。はいはいはい、そう、なんかちょっと引っかかるワードをとにかく集めるのよ。なるほどなるほど。まず最初にそっからですね。で、そういうワードを集めていって、うん、曲が上がってきた時に、じゃあ例えばそのね、バラバラバラっつって、うん、散ってる方のバラバラなのかなと思ったらローズの方だったみたいなのが当てはまらないこともあるわけじゃないですか、うんうんうん、曲調とかもね。そうですよね、うん、そういうのっていうのはチョイスというか。そうね、俺の場合はまずそうだね、アルバムを作りましょうとか今みたいになったら、はい、その曲が出来上がるじゃん、はい、で曲出来上がった時に曲のイメージをまずめちゃくちゃ聞いて、なんか早かったらさ、はい、なんか車が速いのかさ、走ってんのかとかいろいろ想像するわけよ、はいはいはい、で、何してるかな、紙に書く、まず iPad じゃなくて。へー。 iPad はあれなんだけど、なんか俺なんかデザインみたいな、はい、文字にもなんかね、形があるような気がして、例えばさ、鬼みたいな、鬼っていう字ってさ、鬼の顔みたいなさ、ちょっとトゲトゲしてるじゃん。あー、まあなんかそのなんていうんですか、イメージを文字にしたっていう感じもいっぱいありますもんね。そう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 、だからやっぱ文字、例えばアウトサイダーって書いたらさ、なんか割れそうな字体で書いてから仮タイトルみたいな、自分の中で。あー、アウトサイダーだったら、はい、じゃあ割るとか殴るとか、はい、なんか鉄の、じゃあ檻の中みたいなワードを、そのさっき言ったメモ帳とかから引っ張ってくるんだ。あ、自分の心にあるなんちゃらツリーみたいな感じで、こう一個ワードがあって、そこから派生していく枝みたいなのが、あ、そう、だからね、まさしくね、俺このメモ帳には多分残ってないんだけど、はい、その自分のその直筆、歌詞とか書く、はい、それはそうなって、そのタイトルがあって、はい、ピョンピョンピョンって、枝分かれしていく。そう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 。なんか例えばですけど、この前レオさん密着した時、仮タイトルマスターって曲があったんですけど、うんうんうん、その例えばじゃあこれマスターですみたいな感じで渡されるわけじゃないですか、多分データを、うんうんうん、ってなったら、それもマスターを無視して聴いた時のレオさんの印象で仮タイトルをつけるってことなんですか？そうね、基本的には。だけどレオの作る曲の仮タイトルがマジで秀逸なのよ。そうだ、本当になんかそう思う。最初についてなかったらもう先入観ないからなんだけど、ついてるからよりさ、レオはこれを聞いて、多分この例えばね、フラッシュとか、はい、明るいみたいな、その意味をつけたんだろうなとか想像して、何の先入観もなしに聞くと、まずその曲はフラッシュなのよ。結構すごい、仮タイトルがそのままなった試しも今までは多分何回かあるのよ、ロイの歌詞の時とか。俺もなんかそこになんか引っ張られて、それで歌詞かけたりもするかもしれない、そういえば。おー、じゃあマスターだったら、うん、じゃあちょっとなんかその皇帝じゃないですけど、うん、なんか皇帝とか王様とか、なんかその支配者みたいなイメージも、うん、近くなるかもね。あー、なるほど。そんなのがありまして、ちなみにですね、はい、今回なんですけど、ちょっと事前にチョリピーの裏ルートを使ってリオさん の、うん、メモ帳に入っているですね、うん、そのワードのなんかメモをちょっとゲットしたんで、うん、それできたらマジで本当にアノニマス。いやいや、どこでこのワードをね、さっき言ってましたね、生活の中で、うんうんうん、こうなんか耳についたものとかをこう書き留めていくって言ってましたけど、うん、どう考えても、うん、いや、こんな普段生きてて、うん、耳に止まることないぞっていうのが何個かあったんで、はいはい、ちょっとそういうところも触れつつ、うん、真面目な感じもちょっとありつつ、ね、ありつつちょっとやっていきたいんですけど、ちょっと1個いいですか、じゃあ、はい、まずビルカルチャーって何ですか？
ピルカレッジは今のは薬がいっぱいその処方される世間みたいな、はいはい、そのカルチャーはまあその文化だよね。だから俺は多分それを書きたいの今俺。ピルカルチャー。ピルカルチャー、そのなんだろうな、なんか俺聞いた話でさ、はい、お医者さんが悪いとか言ってるわけじゃなくてね、はい、もうお医者さんが何かしら人を見ればさ、一つ悪いところって出てくるの。体が悪いのか、はい、精神的な面なのか分かんないけど、はい、俺が書きたいのはその精神疾患みたいなのがさ、はい、例えばあったとして、はい、でなかったとしても何かしら当てはまるのよ、お医者さんに見てもらえば。拾い出してというか、なんか無理やりこじつけてじゃないけど、それでまあ薬を最初に処方される、でそこから抜け出せなくなるみたいなのが俺の中の書きたいその精神的なピルカルチャーみたいな。これちなみになんか結構ワードが多いですけど、これタイトルなんですかね、それとも歌詞のどっかでこれを使おう。あ、多分俺は歌詞 あの例えばピルカルチャーでタイトルつけても別にいい気もするんだけど、はい、多分俺の場合は歌詞に出てくるはず。ああそうなんですね。ちなみにピルカルチャーの下はレッドピルですけど俺はもうだからすごいその、はい、錠剤に何か思いがあるのかな、わかんないけど、そのさ、ね、レッドピルは、はい、あのマトリックスに出てくるんだ。ちなみに産業を開けて今度ブラックピルですけどごめん本当に俺そのいろいろ調べてそのまとめがちだからあれなんだよな、はい、あ、そう、確かに俺そのピルカルチャーってどっかでその新聞かなんかで見て、はい、そこから多分その、あ、そういえばマトリックスで、はい、一番最初にあのネオがさ、その主人公どっちを選ぶかですね、赤と青と、そう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 、あれがレッドピル、ブルーピル、それがアメリカのなんかジョークじゃないけど、どっちにする、はい、するって相手に聞くときにそうやって聞くんだよ。へー、こともあるので、そのジョークみたいな、いや、スラングみたいな、そうそうそう、だから俺、だからブラックピルは俺のオリジナル。ああ、じゃあレッドピル、ブラックピルっつって最終的にだからこれがその1個下のクレイジーピルになってたわけですねあー、クソマジで恥ずかしいまあ、そうそうですね、あの取り込む知らないようにちょっと調べんのよ、はい、俺のね。ああ、なるほど、なるほど。あぶあと言葉の響きあるじゃん。いや、まあありますね。でも俺この中に入ってないのってブルーピルじゃん。まあそうですね、確かに、はい、このメモの中に入ってないんですけど、そうですね、ブルーは多分俺の心に響かなかったんだろうね。ああ、響きがなんかちょっと違うなっていう、うん、ああ死んじゃう、本当に自分で書いて書き留めたやつなんだクレイジーが結構来るわ、心に来ちゃう。いいっすね、クレイジーピル。しかもなんか面白いのはクレイジーピルだけ他の全部大文字なのに小文字なんですよだその字面だよね、はい、でかいクレイジーよりも小文字のクレイジーの方が好きやのよなるほど、はあ、やば、よりなんかね、クレイジー感がありますもんね。いいっすね、分かってくれると思ってジョリピーだったら、もう痛さがこう、にじみ出てますね、うん、危ないね。ちなみに、ごめんなさい、ちょっと打って変わってちょっと一回ごめんなさい、一回ちょっとピルから抜け出してね、はい、すいません。打って変わってですよ、ちょっとごめんなさい、真面目な話になりますけど、あの今あのその字面とかって言ったじゃないですか、うん、歌詞ってこう歌に当てはめなきゃいけないじゃないですか。そうだね、うん、で実際これ歌うのってロイさんじゃないですか。そうだね。で、こう言葉が、ね、歌詞を当てはめた時に、うん、そう、歌い回しとか、うん、なんだろう、例えばじゃあピッチでちょっと高くなるところにこの言葉を当てはめるとか、うん、多分歌詞ってそういう兼ね合い結構難しいと思うんですけど、はいはい、そういうのの調整とかっていうのはどうしてるんですか。まあね、もう俺ロイのね声が分かるのよ。わー、さすが脳内再生余裕なのだから、はい、そう、ゼロヘルツはね、やっぱロイがこう歌ってくれるのが分かるから、だからその高いところに俺の好きなのだとイの音を当てると、はい、ロイの声ってすごい耳にパンってなるの。はいはいはい、はい、だそういうので文字を選んでます。あー、なるほど。で、やっぱりあれですよね、そこでいくとやっぱりロイさんのこう脳内再生された時に、うん、クレイジーピールそれがウィスパーボイスかもわかんないじゃん。ああ、なるほどなるほど。どういう風になってるかわかんないってことですよね、うん、もうどっかのタイミングで、うん、入ってどうしましょうもう危ないね、危ない危ない。ピルカルチャーは言えないもんもうこんな面白くないやつだから、まあ、痛いで言ったら、うん、歪み見にくいこの世界を愛してるとか。おお、すっごいゾクゾクする。ゾクゾクする。あ、すごい、あるね。書いてあるわ。なんすかこれ、なんか病んでたんすか。いや、何か見たのかな、なんだろうね。リオさんって結構温厚じゃないですか。うんうん。どういう時になんかこういう風に見えちゃうのかなみたいな。
おお。世界が。まあ、常に。常に見えてるんで。常に見えてるんですけど。歪んでるなと思って生きてるから。ああ、なるほど。世の中の流れみたいなのが多分この。おお。じゃあやっぱそういう世の中の流れを組んでいった結果がこのイカロス茜に焼かれるつながっていくわけですか。何これ、イカロス茜に焼かれる。待って、俺心臓止まる、心臓止まる、危ない危ない。ああ、やばい、死ぬ。全然嬉しいんだけどさ、この歌詞のさやり方とかその撮ってもらうみたいな、はい、さ、これはさ、口に出してさ書いてるわけじゃないからさ、あー、まあ、わかります。いざこう言っても、なんか口に出されるとなんか、はい、俺でもゾクゾクイカロスはでも、茜に焼かれるからね。焼かれるからね、それは、はい。いや、しかもだから、なんかワードとしてイカロスとか、うん、茜に焼かれとかじゃないですよ。イカロスがもう茜に焼かれてるんですよね、これも。そうだね、そう。セットなんですよね。そうね、そう。やっぱそこなんだよね。イカロスの使いたいだけじゃなくて、茜色とかだけじゃないんだよ。はいはい。セットの2人は、白い色と茜色はね。で、俺ね、このね、イカロスに関してちょっといい、いいですか？あ、いいです、いいです。イカロスに関してなんですけど、はい、僕インビジブルキッズっていう曲があって、はい、その俺たちの曲に、はい、だそこの最後の歌詞はこんな感じなの、はい、茜のふもとを目指そうって言ってるんだけど、はい、なんか翼を歌った歌でもないんだけど、はい、多分それに入ってます。あ、イカロスは入ってないんだけど、はい、で、もしイカロスで翼あ、茜に焼かれが気になる方がいたら、インビジブルキッズってあの曲をああ、いいですね、ぜひ聴いてください。僕たちは寿命があるけど、なんかどこでも飛んでいけるよみたいなあれなんで。ちなみにここで言うところの茜っていうのは夕暮れとかそういう、まあ、太陽イメージ、ね、そうですね。おー、なるほど。なんかその影響を受けてるアーティストさんとか、うん、なんかまあアーティストだけじゃないと思うんですね、作詞って本当に本であったりとか、うん、いろいろあると思うんですけど、うん、そういうのあるんですか、影響を受けてる人とか物とか、まあ、詩人的なのよね、はい、これ、あ、そうだ、この歌詞の動画撮ってもらうみたいな時に、はい、これ歌詞書いてて嬉しかったことがあって、はい、それを話したいんだけど、はい、俺の好きな音楽とか歌詞はやっぱヒデさんの、はいはい、が一番影響、言葉のなんか韻の踏み方みたいなのがすごい好き で、はい、でそこで俺ラッパーとかも好きで、ラップとかも好きだから、はい、その韻の結構その重きがあるのよ。俺スケルスミドップヘッツっていう曲で、はいはい、絶断っていう絶対の絶に、はい、断る、はい、断、どうみたいな、そのドン、断、絶断って言葉を使うんだけど、はい、断絶って言葉あるじゃん、はいはいはい、絶対にここから言えないぞみたいな意味 で、はい、で絶断って俺なんで思いついたのかなって、何にもその頭のイメージがなくて、だから言葉の響きがいいなとか思ったの、はいはいはい。でそれ調べると泉鏡花っていう詩人、はい、昔の詩人の人が出てきて、その人の小説にしか多分出てきてないんだよ、その漢字の使い方が。その泉鏡花さんだとその小説の中でその漢字の並びで耐えだえって、その耐えるみたいな意味で使ってるんだけど、はい、だから俺は泉鏡花なのかもしれないっていう、あ、大元をたどればですね。ちなみに今出てきたんでチョリピーの意見を言わせてもらうんですけど、うん、はい、スケルスミードープヘッツ、うん、俺もうすごい、もう本当に中二病こじらせてますけど、うん、めちゃめちゃ好きなところがあって、うん、回想懺悔、あ、ね、これ歌ってないでしょ。そうだね、歌ってないけど歌詞カードに入ってる、これめちゃめちゃ俺好きなんですよ。そう、ね、そう、俺たちからするとさ、結構昔ながらの手法じゃん、はい、そうですね、なんかなんつうんだろう、歌詞カードには書かないよみたいな、はい、そうだけど、それのなんか美学があるよね。めちゃめちゃありますね、めちゃめちゃいいですね。そう、カラオケに入ってんだけど、はい、そこやっぱ歌詞通りだから、はい、そこのゾーン、なんかお祈りみたいなタイムのね、はいはい、ライブだと、はい、だからさ、カラオケ行ってさ、それをそのやってくれるみたいな、楽しんでくれるみたいな子たちからすると、はい、あそこの歌詞はなんか欲しかったなみたいなメッセージをもらったことがあって、はいはいはい、ちょっと相違がちょっとごめんなさいとか思ったよね。俺歌詞はやっぱなんか人間的にさ、はい、普段からのさみんなのことが好きなんだみたいなことは言っちゃうんだけど、はいはい、俺その人が誰しもなんかさみんな好きなわけじゃなくて、世の中の人、はいはい、だけどさ自分たちを好きでいてくれることに俺は意味があると思って歌詞とか書くのよ、はい、そうだからなんか俺のファンクラブとかそのインスタの文章とか読んでさ、なんかこいつは本当に誰でも好きとか言ってんなって思われるような多分行動はあるのよ。
ああ、なるほど。誰もがの気持ちにもなんか寄り添えるような言葉で、誰もが分かる言葉で書きたいから。はいはい。そうだけど、それはなんか必要な人に届けばいいから、はい、自分だって思ってもらえると嬉しい。その歌詞とかね、あ、みんなに対して書いたんだよって言って、あ、じゃあ私じゃないのかってわけではないの。はいはいはい。そこはなんか、俺の中二病たるゆえんというかあれなんだけど、なんかそれこそやっぱりその今デジタルコンテンツがこう増えてきていて、うん、例えばサブスクリプションとかでこう曲も聴けるし、うん、CD を買わない時代になってきてるわけじゃないですか、うん、でも例えば CD を買うとこう歌詞カードっていうものがついてるわけですよ ね、うん、であれってまあこれ制作者側のね意見で、視聴者が知らねえよって話かもしれないですけど、うん、歌詞カードやっぱつけるとつけないの人だと、うん、CD1 個作る値段変わるじゃないですか、うんうんうん、でもそれでもやっぱ歌詞カードをつけてるっていうことは、そうね、やっぱりそれもちゃんと読んでほしい、うん、まあ全部やっぱねアートワークに目が行きがちだけど、はい、で今時やっぱ、まあ、歌詞も大事だけどさ、はい、やっぱ音とかいかにおしゃれかみたいなのも大事だったりするじゃん、はいはい、なんか流行るためにみたいな、そうですね、そう、なんかそういうのも大事なんだけど、やっぱ俺たちはバンドだからね、はい、歌詞とか見てもらえるととても嬉しい、ね、まあ見てくださってる方はね、その全部見てるかもしれないですけど、もし見てない方、うん、見たことがない方がいらっしゃったら、うん、ちょっと過去の CD とかも、うんうん、ちょっと見返していただいて、歌詞感、そうだね、ちょっと探してもらえたらなと、うん、あの俺のピルカレチャーくらい面白いなって何でも言ってくれれば俺いじられてると思わないから、ちゃんとあの受け入れるんで、あ、逆に、うん、これってどういう意味だったんですかみたいな、あ、歌詞、作詞ってちょっと難しいと思うんですけど、うん、本人がこういう意図で書いてるっていうのがあっても、うんうんうん、それをなんかこう、いやこれこういう意図だったんですよとかって、うん、まあ、雑誌のインタビューとかあるかもしれないですけど、あんまりこう、そうだね、曲とかと違って、ね、そう、うん、発信する機会ないと思うんで、これどういう意味なんですかみたいな、うん、もし見てくださってる方の中にいたら、そうだね、コメント欄とかに書いていただけたら、第2弾として解説していくみたいな、うん、お返しします、いうのができたら、まあ、それもそれでまた面白いんじゃないか、うん、まあ、今ね、ネタ帳を読んでて大爆笑でしたけど、うん、過去のものも、まあ、掘り返していったら、うん、多分ね、面白いと思う、そう、なんかあると思うんですよね、絶対に、もともとはだからこのネタ帳の一文として書かれたものが載ってるわけですよね、ゾクゾクしましょう一緒にゾクゾクしましょうってことで、今度は感じてますかね、はい、じゃあぜひですね、コメントの方書き込んでいただきたいなと、うん、チャンネル登録と、いいね、いいよ、ありがとう、いいよってね、隣の人が言ってますからね、ライブもあったり、まあ、ツアーとかもあるんで、もう一回ちょっと参加したいなみたいな思ってくれたら、来てもらえれば絶対楽しく、いい気持ちにさせられると思うんで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあちょっとゾディアックの歌詞カードもぜひお楽しみということで、そうね、また次回の動画でお会いしましょう。クレイジービュShow ya